こんにちは、CFP 認定者1級 FP 技能士の東條です。今回は金融資産運用の分野から、次回の FP 試験に合格するためにできれば押さえておいていただきたい問題を12個ピックアップしてきました。周辺の論点や試験対策上の注意点なども合わせて解説していこうと思いますので、そこそこ役に立つと思います。ゆっくり問題を解かれる方は適宜一時停止をして聞いてください。まずは第1問です。信用取引で可能なことを答えてください。正解は、保証金の額以上の取引や売りからの取引を始めたりすることができます。また保証金は有価証券で代用することができます。で、信用取引には証券会社がルールを決める一般信用取引と、取引所がルールを決める制度信用取引があるんですけれども、これらは全く別の制度ですから、2つの制度の間で建て株を移動することはできません。では続いて第2問です。信用取引で差し入れる保証金の額と、お衣装を差し入れなくてはいけなくなる維持率のラインを答えてください。正解は、30万円以上かつ約定代金の 30% 以上を差し入れて、維持率が 20% を下回るとお衣装を差し入れるなどして解消しなくてはいけなくなります。では続いて第3問です。ナスダックに上場しているすべての銘柄を対象として算出される指数と、ニューヨーク証券取引所ナスダック NYSE アメリカに上場している銘柄のうち、500銘柄を対象として算出される指数はそれぞれ何か答えてください。正解は、前者がナスダック総合指数で、後者が S&P 500種株価指数です。海外の株価指数については深追いする必要は全くないんですけれども、基本的なものは一通り押さえておいてください。では続いて第4問です。 ROE と配当性向の計算式をそれぞれ答えてください。正解は、 ROE は当期純利益を自己資本で割って求めて、配当性向は年間配当金を当期純利益で割って求めます。 ROE は株主のお金をどれだけ効率よく増やしたかを測る指標で、配当性向は稼いだ利益のうちどのくらいを株主に還元しているのかを測る指標です。では続いて第5問です。配当所得について各課税方法ごとのメリットをそれぞれ答えてください。正解は、総合課税を選択した場合には配当控除を受けることができて、申告分離課税を選択した場合には上場株式等にかかる譲渡損失と損益通算することができて、申告不要を選択した場合は所得の計算に含まれないというメリットがあります。では続いて第6問です。積立 NISA ではできないことを答えてください。正解は、一般 NISA と同様に非課税投資枠の繰り越しや公社債投資信託の購入、譲渡損失の損益通算や繰り越し控除はできません。また一般 NISA と違ってロールオーバーの制度はなくて、投資対象は一定の要件を満たした投資信託に限定されていますから、上場株式を購入することもできません。では続いて第7問です。外貨預金の為替差益に対する所得税の課税方法について、為替予約に言及して説明してください。正解は、預け入れ時に為替予約をしていれば、源泉分離課税の対象になって、それ以外の場合は雑所得になります。ですから、預け入れ期間中に為替予約をした場合も雑所得になりますから、勘違いしないようにしてください。ちなみに、利子は当然利子所得になります。
では続いて第8問です。コールオプションの価格が高くなる要因を答えてください。正解は、権利行使がしやすいほどそのオプションの価値は高いという観点から考えて、原資産価格が上昇したり原資産の変動性が大きくなる場合が当てはまります。また同様の理由で、権利行使価格が高いほど、また満期までの期間が長いほどコールオプションの価値は高いです。では続いて第9問です。分散投資によって軽減することができないリスクを何というでしょうか。正解は市場リスク、別名システマティックリスクです。リスクには市場そのものが持つ市場リスクと個別銘柄が持つ非市場リスクがあって、非市場リスクは分散投資によって軽減することができるんですけれども、市場リスクは分散投資によって軽減される類のものではありません。では続いて第10問です。シャープレシオの計算式を答えてください。正解は、ポートフォリオの収益率から無リスク利子率を引いたものを標準偏差で割って求めます。一言で表現すれば、標準偏差あたりの超過収益率を求めているわけなんですけれども、このような計算式ですから、シャープレシオの値は高いほど運用効率がいいんだと言えます。計算問題で問われても、文章問題で問われても、どちらでも大丈夫なように準備しておいてください。では続いて第11問です。預金保険制度によって保護されるものを答えてください。正解は、普通預金や定期預金のほか、確定拠出年金制度で運用されている預金や、財形貯蓄制度によって国内銀行に預け入れられている預金が該当します。外貨預金は保護の対象外であるというのは基本的な論点ですから、絶対に押さえておいていただきたいのと、JA に預け入れている預金は別の制度によって保護されますから、預金保険制度によっては保護されないんだという点を押さえておいてください。では続いて第12問です。金融商品取引業者などは、金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に照らして不当な勧誘を行ってはいけないという原則を何というでしょうか。正解は適合性の原則です。知識、経験、財産の状況、金融商品取引契約を締結する目的云々は適合性の原則のキーワードだと思っておいてください。それでは今回の内容は以上で終わりです。チャンネル登録、コメント、高評価、メンバーシップ登録などなど、いつも本当にありがとうございます。今回間違えた箇所と迷った箇所、それから知らなかった箇所は、ぜひ後で復習しておいてください。それからお金の寺子屋では、直前対策動画と試験対策予想模試を販売しています。無料のお試し版を動画の概要欄に貼ってあるリンク先でダウンロードすることができますので、よければ試してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。